どうも、里江です。本日の更新で侍ジャパン2006年セレクションが登場しました。日ハムは小笠原選手が登場しました。早速能力解説していこうと思います。弾道パワーヒッターでミート82、パワー82、走力66でミパ A 同値ですね。 TS の小笠原選手と比べてミートがマイナス4下がってパワーがプラスに上がってます。リーグ的には非常に使いやすい能力になりました。守備捨ては数値の部分は TS のと変わってはないんですけど、メイン適性がサードからファーストに変わったので、サードが特殊で B にすることができなくなりました。特能が超広角打法をチャンス回パワーヒッターですね。 ES の小笠原選手が広角打法だったので、まあ、そこからねこの超広角打法へと今回は強化されました。今回の小笠原選手はそれぞれ強化された部分もあれば弱体化した部分もあるんですよね。小笠原選手を持っていない方であれば必ず獲得しときたいんですけど、リアタイの大会で使えないので、大会目的でプロスペースやってる方だったらガチャはスルーでいいと思います。累計14分の1ですが、ぶち抜きましょう。